古市の文平文久3年2月10日は、江戸時代末期に活躍した武士、広島藩士。現在の広島県呉市出身。名は文、字は皇室、号は目戸木山。天保6年4月、秋国大崎下島見たら市の一生野良印のもとに生まれる。幼少時は、福山藩主の江際に水のもとで学び、江戸に留学し、塩谷当院に指示。 その後幕府の将平坂学問所に入り、学者として名声を博す。文久万年広島藩校学問所教授に登用される。そん王女一層を熱烈に信奉し、船越洋之助、山田実地倉と脱藩し上京する計画を練っていたが、失勢の辻忠しだけに計画が露見し断念。辻は文久三年に上京する際、山田らを同行させたが、 星野は置いていかれた。そのことに星野は憤慨し、切腹を図るも一命を取り留め、その志を買われ状況を許された。京都では高杉新桜諸国の志士と倒幕運動に参画。文久3年、軍備の近代化を進めていた広島藩の判明により、かつ海舟と蒸気船の購入交渉を行うため、京都不趣味に向かう途中。 切腹時の古傷が悪化して死亡した。星野は維新後、勤王の死士として称えられ、明治24年に明治政府より聖護意を授けられた。京都東山の霊山五国神社に祀られている維新の死士のうち広島藩出身者は星野を含めて3名のみである。ありがとうございます。